はじめまして、皆さんこんにちは。ちょっと声が小さいですね。もう一度いきますよ。こんにちは。はじめまして、社団法人小島青年会長と申します。ご当地ヒーロー JC 戦士小島キッド、おもちゃ王国初登場となりました。イエーイ、やったね。それではまず小島キッドが活動している小島青年会議所の代表である奥野理事長にご挨拶をいただきます。なんと JC 戦士小島キッドに平和と正義のために戦う指令を出しているのは奥野理事長です。それでは奥野理事長、よろしくお願いいたします。説明しよう。彼の名前はダリンジャー、悪の帝王である。街にゴミを捨てたり、人のものを取ったり、悪さばかりしてるやつである。名前の通り、あんまりやる気はない割に世界征服だとか叫んでる仕方のないやつなのだ。おいダリン、下がれ。俺様の名前はダリンジャー、世界征服、ちょっと待ってる。世界征服を企む男、ダリンジャー様だ。楽しそう。そしてイケメンだ。どうですかお母さん。あ、じゃあ次紹介します。それでは俺の弟子だ、ダリン1号2号なのだ。拍手拍手。ちなみに細い方が1号、太い方が2号。詳しくはネットで見てね。おいダリンジャー、また邪魔しに来たな。ところでお前はなんでダリンジャーって言うんだ。教えてやろう。そこら辺にいるお父さんたち、今日はお疲れ様です。でも本当はだるいんだろ。家でゴロゴロしたいんだろ。本当のことを言おうぜ。そして子供たち、お母さんに片付けしなさいなんて怒られているだろう。でも心の中は、いやそんな片付けなんてダリシーなんて思っているだろう。そのお前たちのだるいだるい心のエネルギーが集まって、ダリンジャー様、悪の帝王ダリンジャー様が誕生したのだ。アンパンマンで言うとバイキンマンだな。バイバイキンなんて違うわ。俺様はあんな格好悪くない、いけるんだ。じゃあ紹介ついでに俺様の歌を披露してやる。ミュージック、しっかり頼むよ。頑張れ。誰に何を言われても、お決まりの文句はダリンジャー。ダリダリオケダリ、ダリダリめんどくせえ、ダリダリうるせえな、ダリダリダリンジャー様の声だ。ちょっとお待ちください。何すんだ。また邪魔しに来たダリンジャー。こちらの皆さんは今日は小島キッドのヒーローショーを見に来たんだぞ。邪魔だ邪魔だ。うるさい。そんなことは俺様には関係ない。まずは次の、間違えた、お父さん。どこだ、そこにいるお父さん。行くぞ、ダリンジャー必殺ダルダルビそして次はそこ、お母さんたち、ダルダルビーやめろダリンジャー、やるぞこの倒し感想。何言ってんだかよくわかんないんだよ。お前倒してやる。ついでに司会の前まで行くぞ、ダルダルビー
これで邪魔者はいなくなった。でもだるいな。ダリンジャー様、今のうちにこのおもちゃ王国をダリンジャー王国にしてやりましょう。おお、いいダリーな。ダリンジャー様、お腹が空きました。なんか食べましょうよ。お前はいつも食べてばっかりだからこの腹なんだよ。じゃあいい、とりあえずそこにいる人間たちのお菓子や飲み物を取ってこい。そしてゴミも撒いてこい。わかったダリー。やめるんだ。もしかしてその声はジェシー・ジェーンズ。ジェシー戦士小島キッドだ。紹介しよう、ジェシー戦士小島キッド。詳しくはお父さんに頼んでホームページを見よう。また邪魔しに来たのか小島キッド。ダリンジャー、またみんなに迷惑をかけているのか。ゴミを捨てたり人のものを取ったりしたらダメだ。そんなことは関係ない。ここはダリンジャー王国になるんだよ。そんなこと絶対にさせないぞ。あいつもいつも邪魔ばかりして。おいダリー、あいつをやっつけてしまえ。わかった、ダリー。待ってこい。